はい皆さんこんにちは今日はですね平成二十九年度司法書士試験午後の部についてですね、えー、現場で受けていた受験生とそれから解答速報にですね、えー、ご協力いただいたスタッフそれから荒川講師ですね交えて、えー、お話をしていきたいと思います、えー、本日はですね、えー、まずあの現場で受けていた受験生、えー、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいあお名前お願いしますえと現場で受験していましたたく、うん、と申しますたくさんはい、はい、よろしくお願いしますはいお願いします それからあの回答速報の時にですね我々と一緒に問題を解いて、えー、作業していただいたスタッフさんがいますよろしくお願いしますお願いしますレックスタッフの山内ですよろしくお願いします今日この2人中心にお話を伺っていきたいんですけれども内容の真実性担保のために荒川講師をお越しいただきました本日よろしくお願いいたしますはい、えー、荒川ですよろしくお願いしますまあ,あの真実性担保っていう話になってますけれどもまあ、あのー。 解答速報会なんかでね、荻原先生の方からいろんなお話も出てると思いますので、まあ、それも踏まえながら、今日は実際、生で受けてた方たちがどういう考えを持ったのかっていうのを聞いていただければいいなと思ってますすよろししくお願いしますまず受験された匠さん、はいえー、今年の問題、全体、択、まあ、一、記述通して、全体としてどんな感じ、受けました、はい、あそうですね。卓一が <laughs> ままあ細かかい引っっ掛けがが多たたような気がしましたねなんか例年よりかはちょっと反対解釈とか類推解釈とかそういう引っ掛けが択一がちょっと多かったかなとかはちょっと思ったんですけど、うん、まあ量は昨年度平成28年よりかは少しは緩くなってるかなっていうのはちょっと感じたんですけどうそうすると択一解いた時間ってどのくらいでした で午後が択一が50分であと2時間、うん、2> 10分書式に2つとも合わせた感じで、うん、あとはギリギリ最後付け加える感じではまあ何とか終わったんですけど、うん、荒川先生この、はい、今年の問題からすると匠さんのこのペース配分ってどうだと思われます、はいはい そうですね択、まあ、一全部は私もまだ把握しきれてないところはありますが、うん、基本的に択一がすごく早く解けてるイメージは持ちますよねやっぱり普通に考えて2分間かけても70分かかってしまうところ今匠さん50分ちょっとっておっしゃってたので、まあ、そこでまあ20分アドバンテージがあるあとは記述、まあ、まあ読むのが例によって今年も大変だったと思うのでそういう意味ではちゃんと記述に対しても、まあ、ちゃんと時間を まあ確保できたのかなっていう印象はありますけれども、うん、どうでしょうもっと時間かかってたっていう人いっぱいいるかと思うんですけれども、うん、スタッフの山内さんあのもっと時間かかっている人に対して何かスタッフとしてアドバイスありますか、はい、そうですねあの僕が受験時代に、うんえー、やっていたやり方なんですけれどもえっ、ー、と問題を一番最後5分前に必ず戻って問題に戻ってあの全部 正しいものは正しい誤っていいいももものののは誤誤っっててるる全部あの一足一足チェックするそしてあの、えー、問題にずれがないかっていうのを全部チェックしていくやり方なんですね。うん、であの <coughs> 問題僕がやってるやり方っていうのがあのあの問題解くときの勢いを殺さないであの解くやり方でして、うん、あの問題解くときに大体二足検討三足検討でやってるんですけれども問題をあの見ていくときに。 やっぱり長文とかちょっとわからないなっていう問題については僕は飛ばしちゃうんですね、うん、で飛ばして問題解いていって誰よりも早く記述の問題にたどり着くあの僕の中であの周りの人が書式に入り始めるのがすごく精神的に嫌であの僕自身一番最初にこうイニシアチブを持ちたくて、うん、<laughs> 周りの受験生に対してね、はい、精神的優位性が欲しかったあそうです、うん、そうです でえっと、いち早くあのだいたい40分か四4分5分ぐらいから組織を解き始めてえ卓一40分で終わっちゃう終わっちゃいますねやっぱり大体いい、うん、皆さんこの2人失敗かもしれません例外的にすんっごい早いと思うんです, <laughs> んいいですね、うんまあ、でも早い人のアドバイスっていうことで聞いていただきたいんですけど <laughs> 40分で卓一終わって記述入っちゃうんだ入りますあの、はい、そしてて不動産の解い どんな難問でもやっぱり他の人より早く解いているとかやっぱり気持ち的に余裕ができるんですねやっぱりで商業入ってであの飛ばした問題数にもよるんですけれども大体何もなければ5分前に一応戻ってあの問題書いた飛ばした問題と,、えー、と足がずれてないかとかっていうのを全部チェックして名前が書いてるのか、うん、全部チェックすればあのキャラスミスはなくせるという。 最後に、ね、5分くらいでチェックするというのはケアレスミスをなくすいい方法だと思うんですけれども、うん、荒川先生今の解き方ってどう講師として評価できますかそうですね、うん、まああの <coughs> 1>, 1分でも早く解いてやっぱり記述の時間がないっていうのが一つこう皆さんの困りごとだとは思うので、うんうん、そのために、まあ、早めにっていうことで40分っていう話が出てて、まあね、さっきもちょっとこれ取る前にお話をしてたんですけど まあその何がいいかっていうと、まあ、考えなくてもいいことを考えてしまうっていうことがあるのかなという気がしてます。ですから例えば今山内さんがおっしゃったように40分で解いてもたとえそれで迷ったところに余計に時間を費やした形でもプラス20分で60分で解いても多分あんまり成果が変わらないっていうことになるるほどなでほど。であればもう最初に思った通りの答えを書いたんだっていうところで打ち切ってしまって。 時間がもし記述を解いて余るようであれば戻ってくるっていうところも含めて精神的な余裕っていう考え方なんですか最初に解くよりあのどのどの焦っちゃうんですね早く解かなきゃ、うん、解かなきゃっていう<ー>でそこで戻ってくることによって落ち着いてやっぱり問題が解けるということなのでなるほどなるほど現場で受けててみさんその、はい、結構確率早い方だったと思うんですけれども<ー>周りでこう。 たさんより早めにに記述に入られた方っていましたいやまあ,あ現場でやってると分かんない周り見てないと思うんですけれども <laughs> もし、うん、<laughs> その時こう思ったっていうのがあれば教えてください。あまあ、今回会場で受けてる中では、うんまあ、僕が一番早く最初にこうです、ね、組織に入れたんで、うん、そういった面では、うん、先ほど山口さんがおっしゃった通りにあの 精神的ななな余裕は少しあっったかな<ー>って感じなんですけど、うん、だからいいですか皆さんあのその、ね、40分50分で今年択一できなきゃダメだったなんて言ってるわけじゃないですよ。<laughs> この2人例外的に早い人たちですんで、まあ、1時間10分とかね、うんえー、そのくらいでもいいんじゃないかというふうに思いますさっき荒川先生も60分で解いても40分で解いても同じだったら40分がいいじゃないかだから皆さんとしては1時間半でも1時間10分でも同じなら1時間10分でいいんじゃないかっていうつもりでやるとよかったかなって。 っていう感じですかね。うん、じゃああの記述ちょっと伺っていきたいんですけれども、今年やっぱり厳しかったのって不動産登記かと思うんですよ。<ー>で、たくみさんご自身でもいいし、それからまああの当日もしくはその後お友達とかね仲間とかで聞いてこうここが迷ったとかここを間違えたとか<ー>そういうのあったらザクバランに話せるところだけで結構です。<ー>お願いします。えーっと。 やはり自分もそうですし、うん、周りの一番判断悩んでたのが不動産登記書式の公正登記なのかそれとも遺産分割による持ち分移転なのか、うん、第一弾ね、うん、ああ、そうですね、うんうん、あそこが一番判断にも苦労した感じですね。うん、その1件目が名変だったと思うんですけど、はい、そこを1件目で悩んだってことありますそれとも2件目が公正なのかあの移転なのかで悩んだんでしょうかね あもう名編はとにかく最初に入れるって分かったんで、うん、もう名編のあと更生登記なんかちょっと引っ掛けっぽかったところも見えたんで更生なんかでやっていいのかどうかっていうの判断がもう一番やっぱり名編は悩まずにかけましたね。うん、なるほどこの点についてスタッフの山内さん何かこうですね今年の問題は、うん、あその先のここう順番ですか新設順番ですか、うんうんうん 申請する順番に関してててはもう一番番気ををけて問題を見ているるので、うん、あの申請する順番だったりとかその例えば、えー、と事実関係の例えば八の手都圏の債務者の相続を入れてから、えー、と債務休憩をしたとか、うん、あとはその構成ではなく、えー、と移転による方法で、えー、県に移転の方法によってするとかっていうその申請順番とかっていうものすごく気をつけて見ていたので、うんうん、入れる なんか順番とかは大僕は大丈夫でした。うん、あのね当日我々まあ記述三十六問ね、えー、その皆さんに回答速報を提供する前にもちろん検討してたんですけれどもそんなに揉めなかったよね僕らの納、ね、そうですね。うんうん、そうですね。ただ現あのー、僕が問題回問題問いている時に、うん、あのー、やっぱり債務者のえっ、ー、と 住所変更、うん、第二欄ね、欄ね <laughs> は、ものすごく迷いました。あの、こ、うん、あの、実は言うと、その構成を入れるのか、移転を入れるのか、についても、ものすごく迷って。 てしまって、うんうん、これ何が原因なのかというと、うん、あの時系列を作ることに対して横着をしてしまったということなんですね。なるほどね。うん、荒川先生、これについて、公私目線からすると、どういう対処をすれば、えー、そういう混乱って防げたと思われます。そうですね、うん。やっぱり今最後に時系列をちょっと端折っちゃったっていう言葉が出てたんですけれども。うん、やっぱりそこは、やっぱり不動産登記の肝かなって思ってます。あの、やっぱり自分も思い出してみると。 うまく問題が解けなかった時って大体時系列がきれいに揃ってない時の方が多かったし、うん、やっぱりなこんなもんだろうってちょっとはしょった時にやっぱりミスが出やすかったっていうのがあるので今回もあれですよね今話題になってたその公正登記か遺産分割による持ち分移転かなんていうところでも。 まあ冷静にこう事実関係が結局どうやって起きてたのっていうのを把握していけば答えに近づけたのかなという気がしますのでやっぱりこの時系列にきっちり情報を整理するっていうのは非常に大事かなって思います。 っって思って思るんですけど皆さん巧さん時系列実際全部作ってるかどうかで山内さん時系列作った方がいいかどうか荒川先生全部に対して時系列を作る必要があるかどうかちょっと一言ずつお願いしたいんですけれどもみさん今年の不動産登記って時系列使いました ああ、僕はもう全く時系列を書かない人なので書かない人。なるほど。あ、まあ、そういう解き方もあるんですよね。で、その構成なのか、それな、もしくは遺産分割を現実する移転なのかってのは、やっぱり相当悩んだ。あ、そこは悩みましたね。スタッフ目線で山内さんどう思います。僕は問題によって、書いていくんですけど、問題見て複雑そうだなと思うものに関しては。時系列をちゃんと作るんですけど、今回はちょっと見誤ってしまったと言いますか、あの。 まあ、頭で考えていけるだろうなと思ってしまって遺産分割と差し押さえの時点そのどっちが先かっていうのがごちゃごちゃになってしまってどっちだろうと迷ったときに最後に注意事項にあの権利移転の方法によるっていう。 注意事で、まあ、た。よらないで、いないで、ください。で、その注意事項に助けられて、あっ気づいて。そうだ、こっちは先だっていうふうに、ぎりぎりなって。生の受験生っぽい評価ですよね。荒川先生、どう思われます。そうですね、あの、二人の話を聞いてると、ものすごい、こう、ある意味、余裕があるのかなぐらい、にう、聞こえてしまうんですが。 まあ自分の場合はとにかく本試験の時にはもう余裕が全くない状況を想定してまあ組み立てていたので時系列はどんなに簡単だと思っても絶対作りますね。うん、なるほど、はいはい あの私荒川先生と同じで全部時系列作る派なんですけれども、まあ、あの時間短縮のために作らないい人っていると思うんですよ、うん、ただ今回のねその第一欄のようにそのあれこれってもしかしたら移転登記なんじゃないのって思ってでも移転登記によらないっていう指示があったじゃないですか、うん、こういう時だけそこの部分だけ時系列を作るっていう、まあ、山下さん方式ですかね、はい、であればあの修正が効くと思うんですよね。私、うんまあ、私も解いてて 私は時系列を必ず作る派だったので、まあ、はからこれは公正投機だろうってやってて。で、山内さんと議論している時に、山内さんがずっと、いや、これ移転の可能性ないんですか、ないんですかっていうから。いや、時系列見てみろっていう話をして、二人で修正してったんですよ、ね。そうです。はいまあ、そうです、うん。だから、まあ、皆さんも同じように、その、ね、え、匠さんみたいに作らないで悩んで。でも、正解って言うんでもいいですし。山内さんのようにね、その。 時系列を作らないでやってみて層が出そうだったら作るっていうのでもいいし荒川先生方式で必ず時系列は作るんだっていう精度の高い方法でもいいかと思うんですよねじゃあ第2欄まあ先ほども結構話題は出てたかと思うんですけれども不動産登記の第2欄匠さんあのこう、はい。 匠さんもしくは周りの方でこういうところミスしそうだったとか実際しちゃったっていう声生の声があったらお聞かせてだきたいんですけど、はいえー、と第2だったの定等権の,時のところですよ、うん、そうです、ね、<ー>やっぱり僕も悩みましたし、うん、一番悩んだのが 2>、うん、第2弾の2つ目に入っていたあの、うん、河野一郎さんの住所移転の変更時ですあれを入れるか入れないかで、うん、まあ悩んだんですけど。うん いっぱい悩んだ人いると思うんですけど、うんうん、あのスタッフの山内さん、これなんでみんなそんなに悩んだんでしょうね。そうですね。あまり債務者の重傷変更の登記を解く機会あまりなかったですよね、うんうんうん。過去の本試験でもそうですもんね。で、これはちょっと僕だけかもしれないですけども、うん、あの抵当権。 について書きなさいという問題について、あのこれ抵当権をね抵当権を含むというふうに返してしまって、うん、<laughs> そうすると抵当権とね抵当権両方とも申請しなくちゃいけないのかなと、いうふうに変に考えてしまって、うん、なるほど、もっと複雑になってしまい、あの何言ってるかわかんない人、民法三百九十八条の二見てくださいね,、はい、定等ね、あのね抵当権はねあのって書いてないですよ、抵当権はこうこうこういう不特定債権担保のためにも、えー、設定することができるって言ってるでしょ。 から不動産登記を三条もそうですよね。あれ、あの、根抵当権って、上がってないでしょう。抵当権しか、上がってないんですよ。不動産登記を三条で。解釈で、値抵当権も含む。っていう、頭があったんでしょあります。参、うんはい、受験生目線で、たくみさん、どう思いました。全く、そういうところ。ろね、あの、現場だと、多分ね、ほとんどの受験生の方って、これ。まあ、問題があるんですけど、ここのところで、抵当権について、第二欄に回答しろって書いてあるから。うん 普通はこれあ定当権だよねって寝抵当権関係ないよねって思っちゃう、うん、でところがそのまあねスタッフやるくらいの山内さんだといやこれ寝抵当も入るんじゃないかって問題解いてる時に思うわけですよね思いましたね、うん、あのなんかもっと他にもいろいろ入る入るんじゃないかっていう例えばあの元本確定とか、うん、その、うん 入りりそうな雰囲気ありましたよね <laughs> まあでもこれ今回元本は確定してない,でない,ないんですけども <laughs> なんかそんな雰囲気を漂わせながら熱狂賢者の,債,あの債務者の住所を変更したりとか低答権の住所を変更したりとかって、うん、なんかいろんな要素が入ってて、うん、でなんかあの債務者住所変更を所有権に関しては先,あの先に申請してるのに低答権に関してもなんか2番目に申請する違和感みたいなものがものすごく。 なんか嫌だなっていう感じがしてなんだこのいろいろ張りそうな気がするしなんかこの申請する順番も変だしみたいな一応まあその誘導は問題の注意事項で結構誘導はしてくれてはいるんですけどもやっぱり最後の最後までこう悩みました僕は。 なるほど荒川先生 2>,、はい、その2番目に入る違和感っていうのがあったと思うんですけれども、はい、今回の問題ってあの債務者の住所変更って論議的な順番なかったと思うんですけれどもいかがでしょう、はい、そうですね目に入っってもよかったですよ、ね、そうですすねそ、まあ、うん、あの問題文の指示があって登記原因の生じた順番ってなっていたので回答例どおりの答えになったとは思うんですけれども、うん、今山内さんがおっしゃったように私もちょっと 最初に入れたいなっていう気持ちには正直なこと言うとなりましたえ、最初に自分で回答を考えた時は1件目に入りそうだな、うん、入れたいなっていう気持ちで 考えていたところはあるので、まあ、そこで悩んだ方はいらっしゃるかなという気がします。そうですよね。で、だから、今回って結構ヒントが問題の中に含まれてたんじゃないかというふうに思うんですよね。じゃ、あの、時間の都合で三期、何名ちょっと行きたい。あ、なんかそのヒント、あ、ヒント。はい、じゃ、あお願いします。ヒントも確かにあるんですけれども、なんか逆に引っ掛けもすごく多くて。今年の本試験。はい。例えば、近年の、その本試験だと、やっぱり必要な情報。 しかその注意事項であんまり入れてなかったように思えたんですね、うん、近年の本試験に関しては。うん、意味のある情報しか注意に入ってなかったところが今年に関しては、うん、大の申請とか、皆さんお手元にあったら39ページ目ですね、えだよね。 今まで、うん、そのこれはきっと意味をなすんじゃないかとか、うん、すごく深いことまで考えてしまってん <laughs> あの逆にこ混乱してしまって、うん、どういう今年はなんかどういう情報を使ってそのでさっきの確定するしないあのごめんなさいネット上の,の知ったとか差し押さえを知ったとか、うん、そういうところもなんか意味なんか結果的なかったじゃないですかでもそういった情報もなんか今年は入れてくるんだなっていう。 なんかいつもとは違う雰囲気を感じましたな,んか僕はなるほどあれ現場で匠さん39ページの、ねまあ、これなんですけど、はい、皆さんにもちょっと言いますね「あの答案作成上の注意点の1番の括弧の3民法423条のん代<ー>で申請する時はこういうことも書きなさい」って言ってて、うん、で第1回もないんですよねすで、まあ、<laughs> に入った登記ではね債権者代で相続登記入ってましたけどこの中ってさんは 現場で気になりました気になりましたけど、うん、まあ結局第、まあの時は当然書くことだし、うん、もう当然頭の片隅には入ってたんですけど第、うん、がもし来たら当然書く第原、うん、は書くつもりでいたんで、うんうん、まあ後になってあそういえば何だろうねとは思ったんですけどなななななるほどなるほほどどそその場でではそんなにはんににな気なかったです、ね、あ私解答速報のために解いてた時にはあのー、チェックしてないんですよ読んでるんですけど。 で当然同じですあの題が出てきたら書くんだろうなだけで,で全部解き終わったとああ題なかったじゃん、うん、くらいだったんですよあ<ー>、うん、私はね。で<ん>、えー、山内さんはこれすごい解いてる時から気になった。そうですねあの、うん、僕は昔の不動産投機書式の,あの過去問を結構分析と言いますか、うん、結構見た、うん、問題を見たりとかしているので、うん、あのそ,その流れからいくとだいぶその。 必要な情報の取捨選択が今年はなんか迫られたと言いますか、こう必要な判断のこう必要な判断判断が必要だったんだなというふうに僕は思いました。あの問題のベースとしては多分平成八年に出された構成でえっと元本確定で第二より移転というふうな流れが平成八年の書式であったんですけれども、えー、平とか言っちゃったんですけれども、<laughs> おそらくそこの 流れをなんかこう作りかけて、なんかやめてとかっていう問題の。作っていく上で、こう作ってやめてとかっていうなんか。こう試行錯誤が。なのかなとかもちょっと思ったりしたんですね。なるほど、スタッフさんらしい <laughs>、はい。分析の意見なんですけど。じゃあ、ごめんなさい、もう一つなんですけど、もう。すみません、<laughs> <laughs> すみません。あの今までは、あのまあ、すごく昔の書式から結構。 あのリバイバルしてきてっていう問題が多かったんですけど、うん、去年もそうだったんですけど割と平成20年以降の,その近年の方式も割とリバイバイイルしてくるようななメージなんですね、うん、であの例えば、えー、と去年とかであればあの2番3番重症移転とかっていうのは平成25年出たような論点ですし。あの今年の,あの 陶園中身を書かせる問題も平成25年から書かされている問題ですよね。うん、ね割とこと近年の問題をこう参考にして作っているのでやっぱり割,割と近年の問題もしっかり解いていかなきゃだめだなというふうに僕はすごく強く強感じました、うんうん、えそうすると荒川先生、はい、あの受験生として過去の本試験問題をご自身で解いて分析していくことって必要ですかうんそうですね ま,あまずは解く必要があるかないか、うん、ということに関しては解いておくべきだとは思っています。それはどうしても予備校で作る問題っていうのはまあ皆さんにこう必ずこう一つの正解に向かってほしいので若干こう親切すぎるところがまあこれ択一もそうですけれどもあるのかなということでまあ本試験だと例えば今回は逆に珍しくちょっと まあ注意書きがいらないような注意書きが入ってたっていうのも含めて本試験の雰囲気を感じておくっていう必要はありますからまあ解く必要はあるじゃあそれをどこまで分析するのかということに関してはうんまあ人それぞれかなというところでそこまで手が届かなければ合格しないのかと言われればそこまでいかなくてもいいのかな。逆にその辺は皆さん お金を払って時間をかけて講義を受けに来ていただいているので、うんうん、そういった分析は逆に言うとこういうチームに任せておいて、その分析がされたものをまあ美味しいところをもらっていくというか、うん、そういうイメージいいのかなという気はしてます、うん。私もそう思います。だって分析してくれましたもんね。<laughs> <laughs> でこれふまえて問題作って我々が講義をしているので。うんうん ね、皆さんが解くのはいいと思うんですけど荒川先生おっしゃったようにねでも自分で分析して過去の本試験研究してやろうってやる必要はなくて我々に任せていただければいいんんですよさただ、まあ、僕もちょっと解く時なんですけどもあの最近回答紙からちょっと、まあ、もらったんですけども、うん、この「申請事項等」っていう問題がその回答紙に出てきまして去年と同じ系統なんですけどもその時点で。 なんかこうちょっといいろろ考えたんですねその問題をその先に回答用紙もらって問題をもらう前にちょっとあ,あれですよ皆さんもその現場だとね回答用紙先に来るじゃないですかであの私たちのところもその問題とそれから回答と、まあ、あの順次来るわけですけれども回答用紙を先に見て皆さんも回答用紙だけ先にって問題差し見れないじゃないですか。その時に うううちのスタッフさんんどど考えたかなでですけど、はい、そうですけそね申請事項あえてその申請事項と等というその形を取るということは意味があるのかなと僕はちょっと考えたんですね。申請事項等で去年は大の原因を入れるためにその申請事項等という形を入れたので,、うん、で今年に関しては何かしらその申請人以外で何か入れるようなその表現があるんじゃないか といううにやっっぱりちょ考えたんですねなるほどちょっといいですかその第1欄とかにあるんですけどまず登記の目的を書く欄があって一番最後に添付情報書く欄があって真ん中に「申請事項」「等」って書いてあるんですよね。でこの「等」の中に2段に分かれてて上が「登記原因」およびその日付その下が「上記以外の申請事項」「等」って入ってるこの「等」がクセモンなんじゃないかってことね。あっそうです。 こでしたっけ今年は登記、うん、識別情報を提供できない理由が入ったので、うんうん、あやっぱりなっていうふうなななるほど、なんか変なのが来るんじゃないかなって予測をしてたっていうんですよ。さん<う>予測というか、チラッとでもいいんですけど, <laughs> けど、はい、現場でそういうことって思いついたそうですね、まあ、とりあえずあの添付書面で。うん 本人確認情報も必ずまあ大なんで時識別情報が出ないということはもう当然分かってたんですけど本人確認情報も添付手報で書いたんですけどうん、うん、やはりその,あの不通知の部分ですか、うん、落としちゃったあそこはそうですね僕もうっかり結構ね解けてあそこかけてない人いると思うんですよ。山内さんはね その問題を見る前から、何かあるんじゃないかって予測をしてた。でも、やっぱり現場で受けてる、その生の受験生からすると。そこに気づくっていうのは、ちょっと酷な気がするんです。けど、うん、荒川先生、どうでしょう。そうですね。やっぱり、まあ、そこまでは頭が回らないっていうのが本当のところだとは思います。で、まあ、その。山内さんのように、まあ,あ、る意味、余裕があるんですよね。うんうん、そういった形式まで目がいくっていうのは、決して悪いことではなくて、そこまで。 目がいったからこそ気づいた事実っていうのがあるとは思うんですが、まあ私も多分受験生だった時にそこまで傷つくのは難しかったかなっていうのが本音ではあります。だから、うんそこまでたどり着けなかったとしてもしょうがないかなっていうのが本音ではありますね。うん、あと私は自分がこれ現役の受験生だったら。 絶対気にしないで解いてます。通、うんうん、ってなったら、ふんなんか他にもあるのかなって思うかもしれないし、いやだって法律会社法だってよく通通通って出てくるじゃないですか。<ー>だからまあ言われたものを書きゃいいだろうくらいで多分解くと思うんですよ。うんうん、あの受験生の思考として、荒川先生こんな感じでいいですかね。そうですね。あのまあちょっとまさに自分も今言おうとしてたんですけれど、まあ最終的に注意書きなりこの回答用紙の形で答える内容が一部こう まあ選ばれた状態になるっていうのはあるんですが、うん、でもその手前で事実関係を見てどういう登記を何件どういう順番で申請するかが決まってその一部を答えてるだけなのでうん、うん、逆に言うとだかあんまり注意書きの方ばっかりに気持ちがいってしまうと最初にちょっと話が出てましたよね時系列のところがおろそかになってしまうという可能性があるのでうん、うん、逆にそれちょっと怖いなっていう気もします。うんうん、ですから最終的には そこまで細かく見ることもできるんだっていうのは一回頭の中に入れるなら入れていただいてそれを踏まえてでもやっぱりその手前の事実関係の処理がベースになってね事実関係間違えたらこれ注意書きで。 申請事項を通ってなって、何か入るんだなって思ったって答え合いませんもんね。なので、その手前のところをまず重視した上で。っていうふうに聞いていただくと、すごい参考になるかなという気がしますうん、うん。はい、ありがとうございます。さらに、こう、ちょっと、なんかさらに。本当に申し訳ないんですけども、あの、さらに、こう、邪道なんですけど、僕として見たら。うんうん、もう、真っ先に、近藤がどこの欄に入るのかとかまで、ちょっと考えてしまったんですね。うん 2> で第2欄の3件目ぐらいにもしかしたら近藤、ここに入るんじゃないか皆さん参考にしない方がいいんじゃないかとあと、登録免許税がなぜか、うん、なんで第3欄だけしか入ってないのかなとかって何かしらちょっと難しい免許税入るんじゃないかなとかっていうところまで一応、ね、そうするともしかしたら登録免許税聞かれてないのは1000円だからってヒントにならないの あそうですね,あそうですね逆に他に聞いても簡単だからっていう認識にあるのかもしれないですね。うんうん、そしたら初めからもう移転登記はないなーって予測できたと <laughs> <ー> <laughs> それはさすがになさそうですけど時間もねあ,のあれなのでちょっとこう不動産登記最後第3弾で何か言いたいことって誰かあります僕今年のの不動産登記の書式で、うんうん 一番悩んだところが、あのですね、あの実はこの問題の結構あの当期記録の四十三ページなんです。四十三ページはい、いいですよ、どん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 行っちゃって。でそこでねこう二番値定当権で河野一郎さんが入ってるんですけど、はいはいはい、入ってますね。で河野一郎さんが事実関係六で住所移転、してるしてる。でこれを第三弾で住所移転を書くのかどうか。 っていうのがもう一番。なるほどね。るなるほどなるほど第三欄で書くのかどうか、ねえーあ。なるほどね。これあれですね。回答速報用ののこう答案を作ってるときに、はい、我々の間で議論にもならなかったね。はい、あななねあ。あの多分本当にどうしたらいいかわからなかった時っていうのは、うん、その一般的あんまりこれも参考にならないかもしれないですみ <laughs> <laughs> ません。<laughs> あの。 してみるんですやっぱこう、うん、一般通常多くの受験生だったらどういうふうに入れるのかなってやっぱり試験員はきっとこれを書かせたいのかなっていうのがものすごく伝わってきたので,、うん、で聞いてる内容もすごくシンプルだったのでむしろここを基準としてその一覧2覧 っていうのを逆にそこにまどまわせたいのかなっ、うん、ここはミスってはいけない大事なところなのかなっていうふうに僕は感じました。うんうん、まあね僕らも問題作るんですけどやっぱり作ってるときここを問いたいっていうのはありますもんねやっぱりね、うんうん、あの毎年何かしらその一欄二欄まあ三欄、うん、まあないし四欄っていう中で必ず絶対取らせてくるっていう欄は毎年ありますよね、うん、なんか去年でしたらまあ一欄とか、うん。 でしそう例年一覧だったんですよね、はい、それねで。ところが、今年は三蘭だったんですよね <laughs>、うん。びっくりっていうね、うん、そこも多分やっぱり法務省としてはそういう意図で、うん、そういうちょっと普通に一覧取らせるのは悔しくて、三蘭でかわせてるのかもしれないです、うん、もしかる <laughs> なると。荒川先生、来年に向けてここまで深い見した方がいいですかね。 うん僕はそこまで頭が及ばないかな <laughs> うん、そうですよねすもう現場判断でやるしかないような気もするし、まああのね、厳しいこと言うとね全部解きゃいいんですよ <laughs>、うん、全部解きゃいいの全部、うんはい、じゃあ「将業陶器」今年あんまり疑義はなかったと思うんですよ僕らの中だとね、はい、で匠さん現場で解いてて、はい、こうもう皆さんも答えわかると思うんですけど <laughs> 引っかかったとこってあります。もうあの当然公開会社に気づかなかった。これ本当みんな気づいてないんですけど。うん、これあの知ってる知らないとか難しかったじゃなくて、気づく気づかないだったと思うんですよ。うん、で。どうやったら気づくのかっていうアドバイスを荒川先生、あの後山内さんどちらか。まあお二人でもいいんですけど、お願いします。うん、じゃあ先、先っすみません。あのアドバイスというほどではないかもしれないですけども。うん、あの解散に気づけなかった人も。 結構やっぱり一定数いる、います。のあの、僕の周りでも何人かいらっしゃって。うん、で、あの、僕も、あの、商業登記、あの、拝見した時に。あの、モナスが、すごく少ないと。うん、で。論点がね。論点が。これは、逆にちょっと、ありえないなと思って。<laughs> それで、あの、さ、一番最初の、あの、登記、じ、あの、登記事項。あの、を見た時に、あの。 やっぱりその存続期間を見てあやっぱりなっていうふうに毎年毎年商業そうなんですけども何かしらこう焦ってるところでその引っ掛け論点的なところがいくつか毎年あるので逆に商業時は何かあるんじゃないかって疑って見た方がいいんじゃないかなっていう,、うん、うちょっと一歩落ち着いて、うん、しっかりとなんかこ見逃さないように落ちち着いてちゃんと見ろとそ一呼吸を置いて「うん、よしとくぞ」ぐらいな気持ちで。うん 投機、まあ、記,記録にも存続期間あったし、はい、定款にもあったので2回気付くチャンスはあったと思うんですけど、ねうん、荒川先生あの、アドバイスまとめをお願いいたします。そうですね、えー、っとまず、まあ あ,あくまで自分の感覚ですけれども商業登記確かにこう皆さん言ってるように論点自体が多かったかって言われたら多くはないと思うんですけども、うん、じゃあそれでじゃあちゃんと点が取れたのっていう話になると私は結構難しく感じた方もいるんじゃないかなと思ってます、うんうん、一つは今匠さんが言ってた公開会社の話もそうですけどあとはまあそのなんか私キーワードで「サイレントキラー」ってキーワードが出た頭の中に浮かんだんですけれど。 黙ってあの存続期間の満了による解散もそうだし、うん、あとは、えー、本店移転をした後の支配人の営業所移転なんかもそうでしたけれども、うんうん、問題文にこう議事として書かれてないけど登記事項になるって問題が論点がいっぱい出てたと思うんですね今回。うん、なのでそういったのに気が付くことがおっしゃってましたけど気が付くことができたかどうかっていうのが点数が取れたかどうかの境目になるので、うん、うんだからそこはやっぱりまず気が付ける トレーニング気が付くためのトレーニングってどうしたらいいのっていうところになっていくとは思うんですがやっぱりこれも知知ってるか知らないうだから1回は間違えたとしてもそれを2回目3回目間違えないように例えば登記録に存続期間のことが書いてあったら解散を疑うであるとかやっぱりそういったトレーニングをちょっとしとく必要は 今後に向けてもあるるのかななとは思いますなるほどそれはやっぱりこう答弁を受けて、うん、その荒川先生おっしゃる「サイレントキラー」の論点が出てきたらそれを例えばノートに書き留めて、うん、間違えたところですよこういうところは私は引っかかるんだっていうのを知っておくっていうのが一ついいのかなっていうことですよね。はい、そうですね、うん、さて、えー、じゃあ,あのそろそろお時間になるかと思うんですけれども皆さんも最後にどうしても言いたいことがあったらもうチャンスですから <laughs> どうぞ何かありますかないですか じゃあ僕、先ほど不動産登記のネティー登記の債務者の変更を入れるかどうか悩んで結局書かなかったんですね。それはなぜかというとやっぱり空気を読んんだですねね出題者の明らかに賃借権の優先する同意を書かせたい利害関係人までちゃんと点定とまでついて絶対これ書かせたいんだなって空気を読んで あのこの模範回答通り書いたんでやっぱり空気を読む力っていうのは、うんうん、必要だと思いますね、うん。なるほど。ありがとうございました。うんはい、じゃあ、えー、こんな感じでね、皆様今年の本試験我々四人によるガイダンス以上で終了したいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。